続いてはこちらのコーナーに参りましょう。題してお宝プレイバック。今回は新年を迎え、この1年が幸多き年であるよう願いを込めて、縁起のいい祝い歌を特集させていただきます。はい、まずは景気づけの1曲目は双葉百合子さんの関東一本締めから参りましょう。いいですね。今日は、双葉先生のトリビュートタイムで双葉組の藤井綾子さんが歌われた映像をご覧いただきます。はい、この最後のお手を拝借よーパンっていうところがもう一番の聞きどころですね。そうですね、まあ、一本締めはですね、はい、宴会の定番でもありますけれど、関西では大阪締め、はい、博多では博多手一本と、それぞれ地域によって独特なこの締めがあるんですよね。さあ、そして2曲目は結婚式で歌われる演歌の定番、祝い船です。はい、今日は福田光平さんの歌唱でお楽しみいただきます。ああ、これはぴったりですね。はい、はい、そして3曲目は新沼謙治さんの嫁に来ないかです。はい、まあ、この曲でレコード大賞の新人賞も獲得して、まあ、紅白にも初出場しました。はい、昭和を代表するプロポーズソングですよね。はい、ダイレクトに嫁に来ないかですからね。いや、だから当時なんか嫁に来ないかって歌ったもんだから、はい、嫁に行きたいっていう人がいっぱい出てきたらしいですよ。やっぱりね。はい、そりゃそうですよ。では参りましょう。お宝プレイバック祝い歌特集、まずはこちらの曲からお聴きください。どうぞ。Yeah.
まずは3曲お聴きいただきました。続いても結婚式などで歌われる祝い歌を3曲お届けいたします。まず1曲目は坂本冬美さんの祝い酒です。はい、坂本冬美さんが初めて紅白出場を果たした1988年の作品ですね、うん、父親が嫁ぐ娘に贈る力強い男歌です。そして2曲目は石原詢子さんの明日坂をお届けいたします。はい、この曲は詩吟宝船に入れた構成になっていて、はい、荘厳な詩吟の世界も堪能していただけます。はい、石原詢子さんはデビュー35周年を迎えました。実はね、あの芸道は50年以上のキャリアがあるんですね。そうですね、はいはい、お父様が詩吟の家元だった関係で4歳の頃から詩吟を習い始めて、今は家元として全国のお弟子さんに詩吟の指導もなさっています。ねえ、すごいですよね。はい、そして、3曲目は千馬荘さんの長持ち祝い歌です。はい、まさに結婚のお祝いにぴったりの作品ですね。そうですね。そして千さん の, あの朗らかで明るい声を聞くだけでもうあったかい気持ちになりますね。長持ちはですね、嫁ぐ際に嫁入り道具を入れて運んだ木箱のことなんですけれど、どこどこの地方によってはね、はい、もうめちゃめちゃ豪華に、そうですよ、タンスにいっぱい、はい、物を入れて、はい、そして送り出すという、はい、有名な話があります。大変ですね、親御さんもね。名古屋なんですよそうですよね大変ね、そんな、それぞれ地方によってね、そういう風習も様々ありますけれど、はい、はい、では参りましょう。お宝プレイバック祝い歌特集、続いてはこちらの曲をお聴きください。どうぞ。
夏転んで八つで起きろ明日
知らぬ年で生まれてきても赤い紅しのつるとかれ照る日曇る日プレイバック祝い歌特集、続いては天童よしみさんの春が来たをお届けいたします。デビュー50周年を迎えました天童よしみさんですけれど、相変わらずパワフルでございます。はい、この曲も結婚式の定番曲の一つですけれども、胸躍る季節の喜びをストレートに歌った春らしい元気の出る作品ですね。そうですね、はい。徳久小雪さんの心地いいこのメロディーと、まあ、歌詞の最後のあなたという名の春が来たというフレーズがとっても
印象的でございます。はい、そうですね。そしてこのコーナーの最後ですけれども、はい、五木ひろしさんの幸せ探し手をお届けいたします。はい、前年に発売されたお前と二人と同じく、高隆さん、木村義雄さんの作品ですけれども、このお二人が作られた作品というのはいかがですか？あのね、そもそも、はい、木村さんとはね、はい、まあギターの伴奏をずっとしててもらって、はいはい、そして全国ツアー行った時に、時間がある時に楽屋でですね、まあ、ギターでいろいろと僕もギターをね教えてもらったり、いろんなことしてるうちにですね、木村さんそんなにギターが上手いんだから、うん、曲作ったらどうなのって僕言ったんですよ。はい、とね、今あのね作ってる最中なんだって言うから、うん、あ、じゃあそれ仕上げてちょっと聴かせてって言って、はいはい、そのメロディーを高隆さんとか持って行って、はい、詩をはめてもらったのがお前と二人なんですよ。うわ、それがねもう大ヒットしたんで、じゃあ第二弾も二人で行こうと、はい、言って幸せ探してにつながったんですよ。ああ、そうなんですね。だから幸せシリーズがこれで出来上がったわけですよ。そうですね。だけど本当いいんですよ。探していたんだよ、小さな幸せをって言うんですけど、ここはね、小さな幸せをじゃなくて、探していたんだよ君をって感じるんですよね、うん、すごくこの歌詞がね本当に素敵で、あの祝い歌としてはもう最高のプレゼントですね。いや、それでね、僕それまでってね祝う歌って全然なかったんですよ。どっちかというと演歌の世界っていうのは別れる歌が多いじゃないですか。そうですね、悲しい歌が、はいはい、それでね、お前と二人と幸せ探してっていう歌ができたおかげで、その結婚式の披露宴だとかいや、そういうところで歌えるようになったんですよ。あ、そうですよね。もう忘れもしない、あのゴルファーの青木功さんが、はい、まあ、結婚してたんですけど披露宴をやるって言うんで、そこでお二人の前でこのお前と二人と幸せ探してを歌ったっていうのがね、その後にあのちぎりという歌がね、あ、はい、まあ、出来上がっていくんですけど、はいはい、だから当時もうそれいわゆる歌っていうか、そういう幸せをね与える歌なんてなかったもんですから、なかったんで、よかったですね。これは本当にありがたい歌でした、はい、では参りましょう、はい、お宝プレイバック祝い歌特集、最後はこちらの曲をお聴きください。どうぞ。初めて咲きました、あなたの優しさで守ってください。嵐が来た時は折れて散りそうな花だから、あるのなら、ああ。
捧げてくれる可愛い人を探していたんだよ。花と言われるよりもお前のような素直な花がいい。探していたんだよ小さな幸せを胸に
明かりを灯す。お前を一人探していたんだよ。